ティファニー・ティッセンはアメリカ合衆国の女優。ティファニー・ティッセン、ティファニー・アンバー・ティッセン、ティファニー・アンバー・ティッセンとも表記される。カリフォルニア州、ロングビーチ出身。父親はドイツ系、母親はギリシャ系、トルコ系、ウェールズ系の血を引く。テレビドラマ、ビバリー・ヒルズ青春白書でトラブルメーカー的なバレリー・マローン役を演じたことで知られる。 共演したデビット役のブライアン・オースティング・リーンと婚約していたが破局した。また、劇中で犬猿の中であるケリー役のジェニー・ガースとは、実生活では大親友であったが、後に絶縁状態となった。ティファニーが交番後に出演した番組で、ビバヒルの女性キャストたちの悪口を語ったり、ドナ・マーティン役のトリス・ペリングが全部と離婚した際、 夫側の肩を持つ発言をしたことなどがきっかけだった。グラマラスな容姿とビバヒルブームが相まって日本でも人気が高かった。彼女が痩せているのは下着姿からも明らかであるが骨格レベルでモデル体型のジェニーと比較するとテレビで自分だけ太く見えてしまうことを雑誌のインタビューで気にしていた。2005年に俳優のブレイディスミスと結婚。 2010年に娘が生まれた。2015年に第二子となる男児を出産。ありがとうございます。